それそれ通り過ぎたとあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なく狙えた日の夜にただ強くなりたと願ってた。そのために異常な遊戯を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それが死の日か僕の前に現れるとして、ただ一寸この一寸息ができるならとてもいいと思えたその心。もういっそ時へ行け時へ行けど僕の中で誰かがうらどうしようもらうのレスレスレ。いつだって目を合わせた君が二度と悲しまないように笑える、そんなにもリアルなメロ歌。さらば掲げるデザイン、これがベクスター。